いる日常はすごい狭い狭い枠の中だと俺は思ってます。その狭い狭い枠の中で自分たちの作った笑顔や言葉で周りと生きていることが俺正しいことだと思いません。自分を貫くことはすごい難しい時代です。でも自分を貫いたその先には必ず新しい未来、自分の目指す未来が俺はあると思っているので、自分という人間を大事にしてください。よろしくお願いします。次の曲を聴いてください。フーキュールド。何見てて何見てるのか、青春かにでリズムに浮かぶ将来が熱く言葉、そんな奴が得する世界か、クリエクトクリエクトゾーンとく感情、軽い見せくれかまとって言うなよ。本当はお互い疲れてんだろ、大人に騙されてるじゃねえぞ。経営が辛いと嬉しくないし、こっちは夢を追いかけてんだ。人生を気に入ってどうすんだ、ハンスでした。